ランベルト・スストリースは主にベネツィアで活動したオランダの画家であるベネツィア派の巨匠ティツヤーノ・ベチェッリオの工房で働いたアムステルダムに生まれた修行時代についてはよくわかっていないがマーティン・ファン・ヘームスケルクとヤン・ファン・スコーレルの下で修行を積んだとされる彼は人生のほとんどをイタリアで過ごしたスストリースは1530年代にヘームスケルクと共に ローマに滞在した後、40歳以上になってから、ベネツィアを訪れて、キィツヤィーノの工房に入った。工房での彼は、アルベルト・デ・オランダとも呼ばれ、風景の描写を専門としていた。ジョルジョ・バザーリによると1540年から1543年に、パドバの宮殿と別荘のフレスコが装飾に従事した。 パドバ近郊のビラデー・ベスコビのフレスコ画は現在、スストリスに帰属されている。1548年及び1550年から1551年にかけて、スストリスはティツヤーノに同行して、アウクスブルクに旅行し、そこで、肖像画を描いている。ベネツヤに戻ってからは、パルミジャニーノとアンドレア・メルドラに影響を受けた。イタリアで完成したスストリスの作品は、 マニエリスム様式あるいは前バロックのいずれかに見なされる品質を示している。また彼はジローラもムジアーノの死であった。ムジアーノの研究者パトリツヤ・トシーニが指摘したようにスストリスの作品は弟子ムジアーノを介して16世紀半ばのベネツヤ人の景観への関心と歴史的主題の背景としての風景画の役割が16世紀半ばから後半にかけて ローマに広まる上で重要な意味を果たしている。息子に画家、建築家のフリードリヒス・ストリスがいる。ありがとうございます。